川は高い小池です。僕の突きですね。ここで協議ですね。そうですね、はい、今の小池君の上段の突きがあったのか、こちら川田選手の逆突きがあったのかという競技ですね、はい、こちら側から見てみましょう。やっぱりあの川田選手のあるんじゃないですか。そうですね、はい、試合でした、はい、川和田対香川準決勝第2試合です。因縁 の一戦です ね、 そうですね、昨日同じ試合やってますから。素晴らしい試合を見せてくれました、はい。今日は香川に元気がないという先生のお話でしたが、組手の方ではいかがでしょうね。まあ、やっぱり香川らしい動きをやってますね、はい、あ、今の川田選手の裏剣は良かったですね、はい、川和田の裏剣もう一度ご覧いただきましょう。いいですね、やっぱりね、はい、あれがもう少し下だったら1本になります。あ、そうですか、はい、中地に追い込まれてからの高橋選手の動きというのはなかなか迫力ありますよ。はい、さあ今の香川選手の突きが良かったのか、川田選手の突きが入ったのか、はい、競技ですね、はい、ああ入るってことで取らなかったですね、はい、ああ今の左の逆突きですか、入ってますね、はい、腕が裏剣になったり手突きになったりするっていうのは相手は怖いですね。そうですね、自由自在という感じで、これで川和田です。大詰め決勝です。横道対川和田の間で優勝が争われます。5分3本勝負です。主審岡崎審判員、副審佐藤、矢口、白井、庄司審判員。決勝戦は5分間3本勝負で行われます。ベテランと新進気鋭の戦いですね。組手5 between Masaki Yokomichi No. 11 and Minoru
今のワイズキに見えたんですけれど、はい、スローモーションでご覧いただきましょう。あ、やはりあの横道選手のは外れておって川田選手のが的確に入ってますね、はい、その前にやっぱり川田選手がちょっと追い込まれて、はい、右の前足を使ってですね、蹴りでもって牽制して脅かしておいたっていうところがですね、はい、横道選手が、はい、あの外れた原因になると思いますよ。あの蹴りを効きました。有効に蹴りを使っていくということですね。あ、いい突きですね今のは、はい、これが空手の突きだというのが好きでした今の、はい、その素晴らしい突きをもう一度ご覧ください。うん、これ一本でもいいくらいの突きですね。ただちょっと斬新がちょっと悪かったですから、はい、まあ一本ならなかったんでしょうけど、あれでもう少し腰がグッと入って技かけ終わった後の体勢がいいと一本でしたね、はい、今のは、はい、これは別の角度です。やはり横道選手ちょっとまだ若いですから、はい、の技攻撃の技がちょっと単調ですね。同じような技、はい、で両方ともやっぱりあのうまく読まれて川田選手の技に屈しました、はい、川田ここで一本取りました。先に2本勝った方が勝ちなんですね。そうです、3本勝負選手です。今のは横道選手思い切っての飛び出してですね、はい、追い突きで攻撃したところを待っておって、はい、カウンター取られましたね、はい、こちらから見てみましょう。ここですね。ただ少し当たりましたね、はい、ちょっと痛そうですね。やっぱカウンター出会い気味ですからね、はい、今ので反則中受けました川田選手。あ、今の蹴り嬉しいですね。非常にいいタイミングでですね、あの、はい、スナップの効いた前蹴りが出ました。はい、スローでご覧いただいております。いい蹴りです。はい、今のは抜けたというコーナーの審判が合図ありましたね、はい、今のはちょっとここの角度からはよくわからないですね。そうですね、やっぱり興味になってますね、はい、スローモーションでこちらから見てみましょう。ああ、分かりましたね。これ、横道選手のはいいタイミングで突っ込んでいい突きなんですけど、はい、ちょっとなんか目標外れてますね、はい、そうするとちょっと遅れてかけた技だけど川田選手の突きの方が有効になりますね、はい、後ろの上段突き
赤子は抜けてますので白の取ります。白技あり決まりました。記念すべき第1回松濤杯争奪世界空手道選手権大会。